ナンンンババーアンダーラインアダラライとクレバが初コラボファン必見の驚きパフォーマンスの全貌平野翔の憧れが現実にクレバとの共演秘話と感動の舞台裏クレバとナンバーアンダーラインアイが FNS 歌謡祭でコラボするというニュースはファンにとって驚きと喜びをもたらしましたこの組み合わせは音楽業界において新たな風を吹き込み 特にナンバーアンダーラインアイの平野翔さんにとって大きな意味を持つものです。平野翔さんは以前からクレバさんを尊敬しており、その影響を受けていることが知られています。このコラボレーションは、彼の夢が現実になる瞬間でもあります。ファンにとっても、憧れのアーティスト同士が一緒にステージに立つ姿を見ることは大変感動的な経験となるでしょう。クレバさんのライブに行った際のインスタグラムの投稿が、 ファンの間で話題になりましたその時には具体的な曲名を明かせないという事務所の規制がありましたが今回のコラボレーション発表によりその時の伏線が回収された形になりました平野翔さんが選んだ曲がクレバさんと一緒に披露されることになったのは彼の音楽的な夢が一歩現実に近づいた瞬間ですまた クレバさんとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションがどのような形で行われるのか具体的なパフォーマンスについても多くの期待が寄せられています特にナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人がどのようにクレバさんと息を合わせてパフォーマンスをするのかその詳細が非常に気になるところです長く野球をやっていた岸くんが番組でピッチャー対決をした際には平野翔さんが115キロという速球を投げ その速ささに驚かされましたこのようなエピソードからもわかるようにナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ才能と個性がクレバさんとのコラボレーションにどのように反映されるのかが楽しみですナンバーアンダーラインアイのファンだけでなくクレバさんのファンにとってもこのコラボレーションは特別なものですクレバさんはその卓越したラップスキルと独自の音楽スタイルで知られており 彼のパフォーマンスを見ることができる機会は非常に貴重です。特に今回の FNS 歌謡祭でのコラボレーションは、彼の新たな一面を垣間見ることができる絶好の機会となります。さらに、このコラボレーションは、ナンバーアンダーラインアイの音楽活動における新たなショーを開くものとも言えます。彼らの音楽の幅が広がり、より多くのファン層にアプローチできるようになるでしょう。 特に平野翔さんが選んだ曲がどのようにクレバさんと融合するのかその結果が非常に興味深いです「FNS 歌謡祭は」は毎年多くのアーティストが集まりさまざまなコラボレーションが行われる場として知られていますが今回のクレバさんと No.1&i のコラボレーションはその中でも特に注目されるものです彼らのパフォーマンスが視聴者にどのような感動をもたらすのか期待が高まります 特に今回のコラボレーションは、ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人の成長と、その成長を支えてきたクレバさんの影響が色濃く反映されるものとなるでしょう。平野翔さんにとっては、憧れの存在であるクレバさんと同じステージに立つことが、彼の音楽キャリアにおいて大きなマイルストーンとなることは間違いありません。このコラボレーションが成功することで、今後のナンバーアンダーラインアイの音楽活動においても、 ささらに新しい挑戦が期待されますファンにとっても新たな音楽的な発見と感動を提供するものとなるでしょうクレバさんと No.1&I のコラボレーションが実現するまでの背景にはさまざまなストーリーがあります平野翔さんがクレバさんのライブに行った際のエピソードやその時の感動がどのように今回のコラボレーションにつながったのかその詳細が明かされることで ファンの期待と興奮がさらに高まりまます。また、クレバさんが平野翔さんに対してどのような評価をしているのか、その言葉にも注目が集まります。クレバさんのコメントから、彼がどのようにナンバーアンダーライン愛のメンバーたちを見ているのか、その視点が明らかになることで、ファンは彼らの音楽に対する理解と愛情を深めることができるでしょう。特に、 クレバさんが平野翔さんに対して送った白いスニーカーのエピソードは、彼らの関係性を象徴するものです。このスニーカーが、どのように二人の絆を深めるきっかけとなったのか、その詳細が語られることで、ファンは彼らのコラボレーションに対する期待をさらに高めることができます。今回の FNS 歌謡祭でのパフォーマンスが、どのような驚きと感動をもたらすのか、その結果が非常に楽しみです。特に、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのようにクレバさんと息を合わせてパフォーマンスをするのかその詳細が非常に気になるところです長く野球をやっていた岸くんが番組でピッチャー対決をした際には平野翔さんが115キロという速球を投げその速さに驚かされましたこのようなエピソードからもわかるようにナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ才能と個性が クレバさんとのコラボレーションにどのように反映されるのかが楽しみですナンバーアンダーラインアイのファンだけでなくクレバさんのファンにとってもこのコラボレーションは特別なものですクレバさんはその卓越したラップスキルと独自の音楽スタイルで知られており彼のパフォーマンスを見ることができる機会は非常に貴重です特に今回の FNS 歌謡祭でのコラボレーションは 彼の新たな一面を垣間見ることができる絶好の機会となります。さらに、このコラボレーションは、ナンバーアンダーラインアイの音楽活動における新たなショーを開くものとも言えます。彼らの音楽の幅が広がり、より多くのファン層にアプローチできるようになるでしょう。特に平野翔さんが選んだ曲が、どのようにクレバさんと融合するのか、その結果が非常に興味深いです。FNS 歌謡祭は、 毎年多くのアーティストが集まりさまざまなコラボレーションが行われる場として知られていますが今回のクレバさんとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションはその中でも特に注目されるものです彼らのパフォーマンスが視聴者にどのような感動をもたらすのか期待が高まります特に今回のコラボレーションはナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人の成長と その成長を支えてきたクレバさんの影響が色濃く反映されるものとなるでしょう。平野翔さんにとっては、憧れの存在であるクレバさんと同じステージに立つことが、彼の音楽キャリアにおいて大きなマイルストーンとなることは間違いありません。このコラボレーションが成功することで、今後のナンバーアンダーライン愛の音楽活動においても、さらに新しい挑戦が期待されます。ファンにとっても、 新たな音楽的な発見と感動を提供するものとなるでしょう。また、クレバさんが平野翔さんに対してどのような評価をしているのか、その言葉にも注目が集まります。クレバさんのコメントから、彼がどのようにナンバーアンダーライン愛のメンバーたちを見ているのか、その視点が明らかになることで、ファンは彼らの音楽に対する理解と愛情を深めることができるでしょう。 クレバさんとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションが実現するまでの背景には、様々なストーリーがあります。平野翔さんがクレバさんのライブに行った際のエピソードや、その時の感動がどのように今回のコラボレーションにつながったのか、その詳細が明かされることで、ファンの期待と興奮がさらに高まります。また、クレバさんが平野翔さんに対してどのような評価をしているのか、その言葉にも注目が集まります。 クレバさんのコメントから、彼がどのようにナンバーアンダーライン愛のメンバーたちを見ているのか、その視点が明らかになることで、ファンは彼らの音楽に対する理解と愛情を深めることができるでしょう。